高校3年生の小林成美です。ポジションは後衛です。父と母と姉がソフトテニスをしていて、ちっちゃい頃からテニスコートとかに連れて行ってもらって遊んでいたので、そのままの流れで始めました。キャプテンとしてチームとしての形とかも考えなきゃいけないし、その選手として負けちゃいけないっていうのもあっていっぱいいっぱいになったりしたんですけど、なんかそういう時になんか後輩の1年生2年生といっぱいコミュニケーション取ったりして、あと何より3年生が助けてくれたので、自分的にはそんなに大変だったっていうのはなかったです。試合が終わった後になんかみんながなんか一番日本一のキャプテンだよって言ってくれたことがあって、その時はやっぱりグッときました。野口先生は自分たちにとってのなんか全てっていうか、絶対に欠けちゃいけない方で、なんか野口先生がそうやって一緒にいてくださったりアドバイスとかしてくださっているから自分たちはコートで戦えるんだっていうなんか強い信頼関係みたいのがあります。文大杉並はなんかチーム力で戦うので、やっぱり部員全員がまとまってどこの学校よりも強い結束力で団体戦を勝ち上がっていってほしいし、インターハイでの日本一がまだ取れてないので後輩には絶対取ってほしいです。やっぱテニスやってない時でもやってる時でもやっぱり同じ学年の仲間と一緒に話したり、なんか一つのことを一生懸命やったりするっていう、そういう仲間と一緒にいる時が一番